はい、こんにちは、スクーキワカメと申します。それではアイワナリーチザムーンですね、続きをやっていきたいと思います。なんかロケットに乗って月に来たのかな、なんかいよいよ最後っぽい雰囲気になってきたと思うんですけど、まあやっていきましょう。タイミングよく行けと。は、意外と上がんのに、あう、ちょっと早く、無理無理。結構この間のところもそうだったんですけど、難しくなってるから。はいはい、ちょっと待ってよ、やべ、は、あぶね、あぶね、ちょっと待って、やべ、ちょっとずつしか押せない、いってしまえ、ちょっと、よし、死ななかった、オッケー、セーブですね。あ、またあのリンゴを撃つやつだな。ので、この赤リンゴを、はい、ん、あ、降りちゃダメだったやつですね。なるほど、降りないで壊せよと。はいはい、で戻って、今度は、はい、あの黄色を撃てと。はい、はで、はい、今度は緑を撃つ。やべ、ちょっと待ってよ、はあ、こっちでいっちゃおうかな。これ青また一発で倒せんのかな。あ、一発ですね。はい、死にたくないぜ。はい、うーわ、これか。結構なんか今までのステージをなぞらされてる感じなのかな。どうすりゃいいのこれ。え、ちょっとちょっと、あ、これでとりあえずはいいとして、はい、で全部消すしかない。どうすりゃいいんだこれ。これをこうするでしょ。で下行って、あぶね、はい、これでいけるようにはなったかな。はい、上がれるね。あ、意外とサクッといったな。あー、でこれか、マジか。あぶね、いった。で、うーわ、そこにもいたのか。はい、でこう、こいつを、あ、ちょっと待ってよ、撃たないといけないと。はい、でこっちか、針がいるな。はいはいはい、でこうして、あの上まで持ってかないとダメなのか。これもう一周しないとダメじゃ、ここまでしか届かないですもんね。ので、はい、アウッ、なんで二段ジャンプ入んねんだい。打って上に上げていくと、はい、ここまでが限界ですね。のでもう一周行かないといけない。はいはい、確実に行こう。はい、オッケー。でどうすりゃいいんだこれ。ちょっと待ってよ、もう一周するか。確実性を求めてもう一周しましょう。はいはい、あぶね、はいはい、でこれでいけんのかな。オッケー、いった。
で2段ジャンプ目の時に開いてほしいから、これでいこう。うっさでしょ、ここ結構むずいな。そんなに本来難しくはないんでしょうけど、ケアレスミスがすごい。はい、オッケー。で、はいはいはい、でこう、は2周目注意、あぶね、オッケー。でこれでいけるか。やべ、もう1周しないとダメじゃん結局。そう、はい、死ぬなよ。おし、オッケー。で2段ジャンプ目で開いてほしいから、こ、よっしゃ、やっといった。で、あ、またこれだ。ちょっと待ってよ、えん、こんな難しくなっちゃう。え、ここ難しくない？逆にこれでいいか。はいはい。で、あう、オッケー。わざわざあのやばいこの上下超える必要はないから。で、はい、あ、ちょっと待って、危ね。これを超えてけというのか、マジで。俺苦手なんだよなこういうの。ちょっと待って、早くしてよ。はい、でこう、これ下がるときに一気にいっちゃいましょう。もう、はい。で問題はここ、はい、やべ、よっしゃ、いった。あー、でこのギミックもある。これなんだって、2段ジャンプ、1段ジャンプか。はっ、でん、え、いけるかな。ん、ちょっと待って待って、え、これむずくない？これでこういったな。で、はい、え、ちょっと待って、これむずい。これマジか。で落ち着こう、落ち着こう、落ち着いていこう。いやー、ここの行き方は分かったから、問題はここ。よし、いった。で、こんで、そういうことか。こいつを取って、はいはい。で、もう一回これを行かないといけない。でも2段ジャンプで行けないかな。はい。で、今度あの黄色いのに触れに行くと。やべ、危ねえ。で、あ、これダイレクトでこっち行けるな。ちょっと待ってよ。で、あのリフトを使うんでしょうね、今度。危ねえ。ちょっと待って待って。え？危ねえ、行った。ちっちゃ、キッド君。ボスですかね。まあ、ちょっと、持ち越しだな。こっち？あ、普通のサイズ。あ、君がラスボスなのか。あ、無限ジャンプになった。ちょっと待って。まあ、死ぬまでやりましょう、じゃあ。おい。ちょっと待ってって。また無限ジャンプなの、ラスボス。おい。うおい、なんだこれ。ちょっと待って待って、えぐいて。ただ判定がそんなにきつくはないから、
意外となんか行けなくなさそう。で、無限ジャンプだけど下にも、なんだそれ、ちょっとこれで半分まだ与えてないのか。オッケー、じゃあちょっと今回これぐらいにして、次回ですねこのラスボス戦やっていきたいと思います。というわけでここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。